日本茨城県つくば来市陽光台未来平駅、陽光台3丁目陽光台4丁目陽光台は、茨城県つくば来市の町名。現行行政地名は、陽光台1丁目から、陽光台4丁目。郵便番号は、郵便番号300-2358。つくば未来市北東部に位置する。つくばエクスプレス沿線開発地域未来平地区の中心部で、 地域の中央に、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス未来平駅がある。2005年に、最初に分譲が開始された4丁目を中心に、約60坪から数百坪に及ぶ、区画の広い住宅街が広がり、現在も住宅が立ち続けている。1丁目に、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス未来平駅、筑波銀行未来平支店、ピアシティ未来平。 センチュリー、筑波未来平、四丁目に立浪部屋がある。未来平地区の内茨城県道3号を筑波、野田線より、南の部分を占め、東、南は、小針、西は、東奈良と、谷口、北は四方が、丘、富士見が、丘と接している。元は、民家の稀な農地を中心とした地域であった。全域が筑波、エクスプレス開通へ向けて、 区画整理が行われ、2005年10月8日より、つくばエクスプレス沿線最初の宅地分譲となる、未来平洋光台が4丁目で、分譲開始されたのを皮切りに、地域内は、現在も開発が続けられている。工事期間中の住所の表示をわかりやすくするため、正式運用前から暫定的に使用する。 新町名の募集を2005年11月24日から12月20日にかけて、筑波郡稲町及び八原村住民及び地権者に行い、市地区を陽光台に決定。2006年3月27日の筑波未来市発足と同時に、仮勘違い区各地番号にて暫定運用を開始した。また、2012年度に、 土地区画整理事業が終了したことを受け、2013年6月29日に正式町名となり、同時に仮勘違い区画地番号より、新たに振られた番地へと移行した。未来平地区で最初に分譲された地区の名称、未来平洋光台より、2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス未来平駅を結ぶ路線バスと、つくば未来市、コミュニティバス、未来号が地域内を走っている。地域内には、未来平駅、あたご住宅前の2つの停留所がある。地域内には、未来平駅、あたご住宅前の2つの停留所がある。ありがとうございます。